はい、本日もコメントのお答えしていきます。本日は自由形ですね。自由形のストリームラインでじっとしているところからバタ足を始めると一瞬ブレーキがかかったように遅くなってしまいます。バタ足の縦幅が大きすぎるのか打ち方が悪いのか分からず困っていますというところなのですが、ストリームラインがじっとしているところからバタ足をするっていうのはちょっと、イメージがちょっと分かりづらい部分があるのですが、そうですね、打ち方が悪いっていうか、まあ、止まった感じがするのっていうのは、キック蹴るときに、まあ、その足を伸ばしすぎてるのか、もしくは膝が曲がりすぎてるのか、もしくはキック蹴るときにキックは意識できてるんだけど顔の位置が上がりすぎて体が止まってるように感じるのか、まあ、その部分だと思うので、まあ、僕が思うのは多分足のことばかり意識して姿勢のところをストリームライン作ってるつもりだけど頭の位置が実は高くなってるんじゃないかなと思いますので、ちゃんとストリームラインのところがまっすぐなってちゃんとバタ足ができてるのかっていうところを確認をしてやってみてください。はい、どうだったでしょうか。この質問ですね、まあ、その僕もですねやっぱりわからないことってやっぱあるわけですね。僕ができてもやっぱり皆さんにできないことってたくさんあると思います。もうせっかくですね、この森塾というのをどんどん配信しますし、皆様のコメントというのをどんどんこう受け入れていく体制を作ってますので、ですのでもうわからなければもうその日のうちにメールをする、それを皆さんにすぐお答えしていきますので、皆さんが練習した分だけの質問が多分出てくると思いますので、ぜひお待ちしてますの で今日の内容もですね、もう一度確認して、そして、動画を見て、あ、こういう風にするんだなっていう部分というのをぜひつなげていただけたらと思います。ありがとうございました。